決勝戦スタート。さあ各チームをそれぞれ見ていきましょう。ちょうど外枠の部分を、今作っている感じですね皆さんね。色を見ているとちょっと面白い感じでみんな分かれてますね、使う色がね。あ、全然違いますね。綺麗にばらけましたね博士。うん、豚さんチームいきますかね。豚さん、おっとこれは和風、和風じゃない？あ、本当だ。ちょっと和のテイストに見えてきますね。本当だ。いいですね。いいですね。ジャパニーズお城的な発想なんでしょうか。寺子屋みたいなものですか。寺子屋をバージョンアップしたような。へー素敵。武家屋敷みたいな感じですかね。はい、豚さんチームはデコボコトリオ、ゆうすけくん12歳、ゆうとくん9歳、りゅうくん5歳。5歳？出た。10分経過です。最年少ですね。最年少、さっき勝ち進んだ最年少の子です。あ、りゅうくん5歳。マイクラ歴1年6ヶ月ということで、5歳のリュウ君は、まあ、半年はやってるということなんですね。なるほど。ここも多分扉に自動ドアだ。本当だ、うん、あ、いろいろ作ってますね。作ってるんだよ、スイッチで。これやっぱリーダーがね上手にね慣れてるからやってくれてますね。なるほど。もうねこの自動ドアがね当たり前になっている。みんなすごい怖い。確かに、うん、あ、なんとも滑り台。じゃあもう一人ぐらい。はい、何だと思いますか。滑り台。滑り台だと思う。おー、会場のお友達は滑り台だと思うというお友達が。なるほどね。クリーパーの目、あ、クリーパーになっていくってことなの。クリーパータワーみたいな。へー、近代的な感じがしますね、こうタワーになってると。うん、豚さんチームはね、和の敷地の中をね今ねやってるね。はい、うん、床を真っ白にしようとしてるんですかね。これ雪？雪？お、雪だね。雪、美しい、美しいよね、色のセンスがいい。はい、綺麗ですね。センスがいいよね。センスがいい。これなんだこれ博士、うん、これぞクリエイティビティですね。そうだね、想像もしていなかった感じに仕上がっております、うん、どうしよう。これ学校だよね。学校なんですよ。学校、うん、学校なんです。松明みたいになってますけど、うんうん、スケート、スケート、いろいろあるんですよねクリーパーチームの学校は。じゃあなんかアドバイスあるお友達いる？はい、じゃあ、おー、桜、あの桜のところに桃色のカーペットをつけて桜の花びらみたいにしたら方がいい。机は作業台にした方がいいと思います。もっと、プールにいろんな要素を追加したらいいと思う。ウォーターフライダーを1回転させる。さあでもね外観が徐々に急ピッチで、ここは豚さんチームか、はい、うわディテール凝ってます ね、これ。いや本当にすごい、すごい。あのさ、縁の下の部分とかさ、見てよ。あーすごい、ちゃんとこう作成。わーすごい、すごい、日本人のこの、あ、花びら、先ほど花びらのカーペットみたいな採用されてる。なるほど、採用されてる。いいですね、すごい。こうやってお客さんのね、見ている子供たちと、うん、プレイヤーの子供たちがコラボして、うん、新しいアイデアとデザインが生まれて、いいじゃないですか、はい、いいですね。さあいよいよ残り1分です。頑張れ。さあ最後の1分だよ。ここはもうねチームに任せよう、うん、はい、どうなるか。
あとちょっとですよ。さあ皆さん最後の応援を旗を振ってお願いします。頑張れ頑張れ頑張れ。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。結果がまとまったようです。それでは結果発表タイム参りましょう。こちらになります。ということで豚さんチームの優勝となりました。おめでとう。わーすごい。豚さんチーム52ポイントで見事優勝となりました。おめでとうございます。今の感想をお願いします。嬉しいです。嬉しいですか。優勝できると思っていましたか。は思ってました。思ってました。自分の中で何が一番良かったと思いますか。あんまりわかりません。あまりわからない。楽しかったですか。楽しかったです。どこが自分で気に入っていますか。桜の木が気に入っています。桜のところが気に入っているということですね。いやー見事な和風な最高の学校となりました。デコボコトリオの皆さんに大きな拍手をお願いします。